続きまして川内さんに質問です。あ、はい、小泉さんの顔面は美の暴力だと個人的には思っていますが、そんな方に見つめられてキスをされて正直落ちませんでしたか？おいいんですか、そんなちょっと目の前にご本人いるんですけども、聞いちゃっていいんですか？もうね初演でも90回チューしてそう90回チューして、はい、今回計算してないな、計算してない、多分だけど多分同じぐらいはしてるんですね、うん、もうねなんか一周回ったかなって、うん、なんか私の感じでは夫婦みたいな気持ち、はい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 、そうね、うん、確かに確かになんか、うん、一緒にいるなんか長年連れ添った感が、うん、当たり前のそうあります、うんうんうん、確かに、いや綺麗な顔だなって思いますけど、見えた、あの弾幕、弾幕、あ見えなかったね、うん、もう一回やってもう一回やってほしい、うん、今できたらもう一回やってその弾幕なんですか。でも今回キスシーン、うん、前回の見てくださった方にも分かると思う、あもう来るよ、あすごいね、ありがとうございます。あのキスシーンをあえて隠さずにしたところが2箇所ぐらいというか、 あんま隠すをイメージしなかった部分が結構ありまして、まあ、分かりやすいところで言うと傘で前回はねこう隠して、いやでもそれも良かったんだよね、それもねそれで情緒があって素敵だった、ちょっといいよね、うん、傘の向こうで何してるんだろうっていう想像ができるからいいじゃん、うんうん、でも今回はね傘せっかくだからなしでやってみよう、そっちの方がリアルだしね、うん、でちょっとすごい濡れてんだもんこの間、ザザザザザザ、なんで先輩傘倒したこの間濡れてるからねうちらリアルに考えたらね、そうリアルに考えたら、ね、だからやっぱ濡れずにキスもできる、そう濡れずにキスができるからいいこと尽くしですよね、そうなんですよ、うん、